274ゲーム2回、1万円1個ペース。おお、素晴らしい。あれ、あ、ビッグもやるんだっけか。いいのかやって。いいんだな。言ったもんな。なんか。多分合ってる。白で挟ん、白バーで挟んで白頭を消して、その後左に2連7狙って、テンパンない時点でおしまいだよね。なかった。これで当たるかもしれないってことか。さっきのでやっぱ当たったんだね。よいしょ。赤の目押しが遅かった。は？ああ。
白ビッグがちゃんと右のバーが押せてないってことか。ボーナス確定。もうそれしかないよね。ああ、はい。右のバーがちゃんと押せてないんだな、白で挟んだ時に。本日初めて、いや500枚突破はしてねえか、400枚突破したかもしれない。今、まあ、でもこのペースで当たるんだったらなくはないですよ。逆転47本きついか。おっと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 、これバー付近はしたら弁当をこぼすの？腰が下手すぎてもう何が当たってるのかさっぱりわかんない。これバーび倒しできてれば白がすっ飛んでくるはずなんだよね。やっぱ下手なんだわ。あ、全然すっ飛んでこない。下段に押さなきゃダメなんだ。失礼、本当に失礼。まあつまり俺が下手なんじゃなかった、配列を分かってないだけだ。こういうやつね。またチャンスってことだね。毎回あれやっていいんだよね、これ。
もうどこで当たってるかもう分かんないから、途中で何が重なるとまだまだ残るのか。おっと、ナイスビッグ。やっぱ面白いよ、まあ、当たってるからなんですけど。上がってこいな。割とひっきりなしにチャンス役が出るから常になんかこうボーナスを絞る作業を行ってた方がいいのかな。やってる間にまたなんか引いてそっちで当たるみたいな。おっと、また当たってんじゃねえかこれ。うわ、これで当たんのか。いやー、あるか。あ、弁当で当たってるとしたらあれか。これどうなの。ああ青七だ。青七ですね。素晴らしい素晴らしい。あ、毎回間違えちゃう。今スペシャルテンパイオン鳴ったんだけど聞こえなかった。俺が轟金剛だっていうの。ビラ1枚で弁当揃ったとこから多分当たってたんだと思います。しかしやっぱあれだよね、A タイプなんだけどこの台打ってて写真撮りたくなんないじゃん、あんまり。いやっていう。藤子とかあとディスクアップもまあ打ったことないんだけどね。でもまあ間違いなくそういううわっっていうシーンがあるんですよ。ツイッター見てたらもう分かるんだけど、番長あんまりそれがないんだよね。
出るは出るんですよ、大量の弁当箱ナビとかさ、まあ、さっきのデカ弁当とかもそうだけど、せっかく 5.9 号機になって A タイプで出してんだから、そういうのもうちょっと多くしてほしかったよね。一応なんか初代の番長っぽくしようとして一万役をなんかこうこぼしたときに、まあ、こぼさなくてもいいですよ、こぼしたときに一ショート外れみたいな前兆が始まった風にしてるじゃない。つまり番長じゃなくすればよかったってことだな。全然関係ない台として、そしたらもっと売れなかったってことかな。いかん、戻した分が全部飲まれてさらにはまる。赤分けがあるぞ、あるぞ、ない、もうない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 。これでさ、次回予告が出ないっていうのが納得いかないんだよね。これもうステチェンの時のチャンス目なんで当たりですけど、これも滑った瞬間次回押す番長で相手くんないといけないね。これがね出ないんですよ。やめろ。え、嘘でしょ、こんなになって赤化けなの。やばー、やめろー。お、白ななですか。あれ、いや青じゃねえだろう。あ、こんなのあった、納得です。ああ、そう、まだあった。頑張れ。これもうクレジット使ったら終わりぐらいだな。ちょっとぐらい取り戻して終わりたいもんな。結局ボーナスの種類すら把握してないから
損してるね。あーやっぱダメだな。今日はここまで。番長は頑張りました。頑張ってくれました。ちょっと最後にリノ見に行くよ。気になってしょうがねえ。出てるんじゃないぞ。いや出てるんじゃないぞっていうか、あれでも出てたら励む、うん、いや絶対違う、これじゃない。あーこっちだ、こっちだよ絶対。これだ。1台ずつは絶対当たりあると思うんだよね。あーまあ突出してる台がないので何とも言えないけど、まあいいや。終わりました、日曜日ということをねすっかり忘れてというか舐めておりました。いつもはだいたいなんかこう、あ今日は強い日なのかなという感じでお客さんが山ほど朝の抽選からいるんですが、今日そんなにいなかったんで、あこれはなんかのんびりあっちゃこっちゃ打てるぞと鷹をくくってしまいまして、でなんかこうフラフラーっとね、久々トマトでもこすって、まあダメなら富士子でいいかみたいに思ってたら、日曜日さすがの客付きでございましたね。藤子が開くこともなく、ディスクアップもちろん開くこともなく、リノも最終的に見に行ったら、まあ全員なんかこう2000枚ぐらい持ってる。あれはまあ運かも分かんないですけども、とりあえずもうちょっと早めにどしっと腰を落ち着けられる台を見つけなきゃいけなかったのに、久々だなって思いながらうっかりスーパーリノに2万も入れ、特に粘る理由もないのに窓まぎにあれも2万以上入れましたか、入れバカみたいにお金を使った挙句、番長で1000円で760倍ぐらいかな、取り戻すという、なんともなんかこうモヤモヤした感じのうーんという結果で終わってしまいました。やっぱ打ちたい台をベタッと腰を据えて打つというスタイルがいつもの基本なので、藤子が1台空いてたところで藤子にもう座るべきだったなと、なんとなく今日朝絆に走る人もほとんどいなかったので、あこれは全然余裕だっていうふうに思ったのがもう運の尽きでございました。非常によくここまで見てくれたねっていう感じです、エンディングまでたどり着けた方お疲れ様でした。次回はこんなことのないように頑張りたいなと思っております。すいませんでした。